やみな、ね、前回の動画ご視聴ありがとうございます。そしてちょっと声のバランスを変えました。僕の声が1個上に抜けてる感じが今してるかな。前はちょっと五分五分ぐらいだったんで聞こえにくかったんだけど、でモンスターを仲間にしてきましたよ。見て、まずベロンチはレベル4になった。でスラオウもレベル4で、新たにアルミンアルミンとタマタマとホークちゃん、いやー可愛いでしょ。もうね、このねホークちゃんがね、ビッグハットがね、ここにね3匹並んでね投稿してきたんですよ。ブヒ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 、トントコトコトコトントコトコトコっつって、でそれをね、あの戦闘のやつだけ捕まえましたじゃあ行きましょう。レベルは全員、4、3ぐらいです。来てくれたちょか、まずパクの様子を見てくれちょ。おーすげえ、意外といい街じゃん。えすごい、もぬけの殻に見えないよでも意欲使わなかった仲間が4人くらい、結構いるんだね。その中にはオイラの親友ジャックもいたんで、お前のことを紹介しようと思ったのに。ジャックのやつ暴食が怖くてどっかに隠れている。あ、見つけ出せってか。お前の頭のせいリアクター、おうおうおう、よく気づいたな。お前殺してんのか。サーチ機能があったはず、それでジャックを探してほしい。おお、早速こういう使い方もありますよ的なチュートリアルだよね。いやー、これまた街のもう本当にね、どこの BGM もいいな。やっぱりドラクエって何かが隠れている。あ、ここじゃん、もう確定じゃん。体重、うん、他にはないかな。あ、やっぱね 3DS 単品で聞く音よりヘッドホンイヤホンで聞いた方がやっぱいいね。おお、まさかお前恋人じゃねえよなこれ。ジャックって言ったもんな。違うよな。捕まりたくない、大丈夫だ、俺はお前を食べたりしねえ。わりかしその足うまそうだなっつって見てたけど、別に食べないしねえよ。ん？あ、見つけたって報告か。うん、え、探してよ。あれ、こいつじゃないのか。こいつじゃねえってことだ。これで名前見るのか。オス、ああ、こいつ違うみたい。なんだ、罠だったんじゃねえかよ。ちくしょう、最初からこんなくだらねえことを。アイテムが入っている頑丈な箱、鍵がかかっていない。ここはなんだ。おお、泉、根の隙間から湧き出る泉。野良蜂たち、のちょうらか、野良蜂じゃねえ、のちょうらだ。こっちは手製の塩酸装置、なんだこれ。え、こいつら機械作れんの。え、やばくね、絶対俺より頭いいじゃんそんなでもう一個なんかあったよな今。これか、何か隠れている。ここだな、見つけた、出てこい。おお、見つかった、目ざといやつだぜ。おとなしく捕まったまるか、こうなったら精一杯抵抗してやるって。うんうん、おめえレジスタンス、レジスタンス初めて聞いたぞ俺この世界生きて。しかもお前はあれか、しかもジャックじゃねえのかよあ、これあれか、普通に行けんのね。しかも水の中も入れるのこれ、意外と浅いんだな。他にはない。おー、じゃあ木の上登ってみるか。あ、ここにもあるじゃん。あ、しまった、見つけりゃよかった先に。あ、出た、桃のねさ。そう、当初はさね、今まで肉あげて仲間にするって形式あったけど変わっちゃったじゃんね。それが結構批判を呼んでたんだけどさ、まあジョーカーの時って。今ではもう慣れちゃったよね。慣れって怖いね。で、あっちもいる。お、こんなところに。で、まずこいつだ。おお、こいつやばそうだな。私に触るんじゃありませんわ。触っていいのはダーリンだけ。ちくしょう、こいつもリア充か。ここのやつら4人で繁殖できるんじゃねえかもう。で、ここか。でも今んとこメス1人だな。あ、もはやこれまでか、このジャック。学なる上は。おお、すげえ個性だな。落ち着くっちゃう、ジャック。おいらだっちゃう。おお、ノチョリン、ノチョリンそういや名乗ってたな前も。さては、ハヤテののちょりん。さすが、あのぐらいの要塞から逃げ出したわ。あ、そっか、ここは別に違うか。あの要塞、あの、乗っ取られてるとこじゃねえんだ。キングは逃げ出すのは無理だっちょ。うん。どんなやつなんだろう。ラスボスそいつじゃねえよ、でも。逃げなくなっちょ。なんか読みにくいんだよ、この字。いや、俺のあれか、読み力が足りないのか。クンヒロはモンスターマスター。きっとキングたちを助けてくれる。
あなたがキングを出し救出してくださると。ああ任せろ。なんとありがたい、なんと頼もしい。このジャック、感激の極み。それではまずはそこにいるエースの話。こいつエースか。彼の話は必ずや。お、もしかしてこいつが配合を教えてくれるんじゃないか。その前にだ、ここの上の宝箱、これどうやっとんだ。ん、俺は、あ、ここか。なんかジャンプが、あ、え、ん、うん、ここか。ジャンプが投射されてから割と複雑な。おお、いいね。薬草かよ、いらねえよ。でもホイミー覚えてないときはいるか。すごいな、お前を待ってた。俺の名前はエース。話は聞こえてきたぜ。金魚救出のため、お前は大ぐらいの要塞行くんだろ。そういうことなら、お前のリアクターは俺と通信できるよ。ほう、そういうことね。電話番号交換みたいな。なんか一つだけ気に入らねえのは、お前のリアクターがすげえ上質なものだっていうことだな。絶対高いよねあれ。俺のより5倍ぐらい高いぞあれ。いや待て、俺は拾ったやつだ。拾ったやつっつうのは大体古代から降ってきたもの。相当なレアがある、価値観がある。お、すげえ。うわ、これであの女の子と LINE 交換できるじゃん。てか LINE って言ってる時点でちょっと違うんだけど。ステルスボックスセンサー、何それ、見えない宝があんの。おお、なかなかこれ隠し要素多いんじゃないか。門の前でお前を待ってる、行ってくるわ。うわ、早くあれだな、自分の好きなモンスター作りてえな。なんか昔はキングレオ好きだったけど、今となってはそのなんちゅうの、キングレオのさ、後ろも見えるようになっちゃったじゃん。だからちょっと気持ち悪いよねあれ。後ろから見るとさ、なんかめっちゃダサいって。前から見るとね、手があって顔があってだけだったんだけど、それがかっこよかったんだよね。やっぱりあれだな、昔の絵とその立体的な 3D つのになってからではまた違うよね。ん、やべ、読んでなかった。力の指輪、お、そんなんくれんの、めっちゃ良さそうじゃん。でもこれって俺がつけて意味あんのか。モンスターにつけるのかな。アクセサリー、そう、 B、 あ、モンスターだね。じゃあスラオに、力の指輪つけ、あ、どうしようかな。今ベロンチョがね、攻撃力高いんですよ、21。あ、ベロンチョだな。じゃあベロンチョに、どうしよう、ベロンチョ最後まで俺連れてたら、それこそとんでもねえことだけどさ。スラオはとりあえず最後まで連れていきたいな。まあ配合はすると思うけど、どのキャラも、どのモンスターも。なんで、おお、すごい、ちゃんと、ちょっと待って、なんかカビゴンみたいなのいる。もう完全にドラクエ好きな人が来てるからさ、俺カビゴンとか言ってたら、お前数日カビゴンじゃねえよって言われるに決まってんだよ、ね、だけど行っちゃう。なんだろうね、まあいろんなゲームを知ってるということがね、やってきてるゲームが伝わればより一層俺は嬉しいけど、あ、この人ポケモンも知ってるんだってそう思ってくれれば嬉しい。5レベルか。ここでスキルが、おお、5ポイントきた。このスキルポイントの振り方なんだけど、知らない人のために説明するとね、これね、昔のドラクエと違って、なんつうの、一つのスキルに様々な覚える技が詰まってるわけよ。で、それをマックスにすると、次の、なんつうの、まあ、ここヒャダルコまでだけど、もう一歩進化してみたいな感じになるんですよ。だからね、なかなか、技がたくさん覚えられると思いきや、そのステータスアップの方を上げないと、能力が低かったりとかね。まあだから人によってだいぶ違うと、能力がね、面白いよね。そんとで、これは、おお、向こうじゃん、もう早速。しかもこれは見れる。その前に、おい、これは、あー、ちょ、あれ、さっき、あれ、いなくなってる。多分電電流っぽいやつだったよね、あれ。いなくなっちゃった、あら残念。あら、ちょっとショックなんだけど。しまったな、戦うべきだったの先に。あ、なんか、ま、上にいる、なんか上にいるよ。うえー、おいおいおい、なんかこれ絶対やばいやろ。全体回復レベル8、え、ランク E なの、そんなあれだと低かったっけ。え、どうやって戦うんだ、降ってくるかな、気づいて。でも8って倒せるか、ちょっとわかんねえな、それこそ。ちょっと玉ねぎ野郎が来てんだよ後ろから。こいつってもしかしてモンスターに乗ってジャンプしてやるんじゃねえか。だよな。そういうか、自分も飛べるキャラを連れてこなきゃいけないとか、そういうことか。ああ、そういうことだ。なんかあれだね、意外とその、あ、てか早くライドシステム欲しいな。そのためには早くストーリー進めなきゃいけないんだよな。じゃあ進めましょう。ん、気になるものがいっぱいある。
全然気になって進めねえよ俺。なんだあの右の方にあるやつ。なんかドラクエらしからぬもん出てきた。なんだこれ、調べろってか。不思議な石碑。おお、石碑か。モンスターマスターのために存在する特別な技術。あ、なるほど。これでルーラ来た。まあこれはいりますよ。現実でもルーラが使えたらいいのにな、本当にね。あー、ルーラポイント見つけたら OK。 でもルーラ使えるようになったら近くのコンビニにそれ置いといて、置いといたやつかチェックしといて、そっから行けるんだよ。めっちゃいいよね。もうコンビニそんな行ったらお金なくなっちゃうけど。あ、ちょっと待ってちょっと待って、豚野郎が。オークちゃん、こいつはな、昔はねザオラルとか覚えてくれたけど、今はどうだったっけか。先手を取った。ちょっと待ってよ、一筋縄ではいかなさそうだから、とりあえず殴っときましょう。あれ、こいつディーン覚えたっけ。さっきで覚えたのか。全然見てなかった。うん、いいじゃない。倒しちゃわないか。倒しちゃわないね。さあどっちだ、いけるか。 50% ぐらいまでいってほしいな。余裕だし。めちゃくちゃ余裕じゃん。完璧だね。 100% だよ。さあこいつはちょっとパーティーに入れたくないな。あの入れたくないやつは俺基本的に名前つけないんですけど、 HP 回復か、賢さアップ、攻撃力ガード、ちょっと待って、攻撃力ガードなんだ。ちょっとこいつはスキル要因で、するんで、王で。王のままです。多分座ってないよ。うん。見た目が好きじゃないから。んで、やっぱ戦うと周りのやつはいなくなっちゃうんだよな。しまったな。ちゃんとスカウターで、判断してから行けばよかったな。ここら辺は見れないか。結構あれだよね。このスカウターコンプ特典とかないのかな。なんか、今まで通ってきた道で、全部スカウターじゃない、リアクター、リアクターでモンスターを全員こうやってね見ないと、なんか手に入らないモンスターいますよ的な、そういうのいたら厄介だな。どうしよう、戦闘の画面とか飛ばしたりした方がいいかな。まあ、極力ストーリーではあの新種のモンスターだけ戦って、であとはスルーしてダンジョンをベラベラと喋りながら行こうかなと思ってるんだけど、そっちの方がいいよね。そうした方がいいね。まあ、レベル上げ見たいって人はあんまいないと思ってるから。レベル上げはね、本当にやってる人が楽しいことだからね。まあ、見ててレベル上げ楽しいっていう人もいるかな。まあいるよな、絶対一人以上はいると思うけど。まあレベル上げとかはみんなこのゲームを買って、地道に楽しもうね。ね、反応あり。何ん、ここか。おおお、あ、すごい出てきた。はあ、ステルスボックスだ。あ、こういう風に出るのね。なるほどね、素晴らしい機能だ。あ、しかも見えない、ちょっと見えてるんだね。なんだ、スパイスの指輪、めっちゃいいじゃん。ちょっと待って、めっちゃいいじゃん。こんないいもん入ってんのか。そしたらちょっとね、このベロンジョとスラオはやっぱ今愛着湧いてるんで、そこを優先にしましょう。おいおいおい、待て待て待て、なんか長いよね、ちょっと今。この辺はなんかある?見れない。お、なんか上に走ってるよ、氷みたいなやつが。あ、入り口がある。ルーラポイント。あ、来た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 。このルーラポイント大事よ。多いな。まあ、しまった。そっか、追いかけてくるんだ。そうしたら戦いわざるを得ないな。まあ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 、一旦で仕留めれるからまだいいけど。これがさ、今はディーンだけど、将来的にな、ライディーン、ギガディーン、もうギガスラッシュまではいかないけど、なったらいいな。最初から見てる人っていうのはやっぱり、その、ね、強くなっていく過程ってさ、なんか、良くない？一緒にやってる感じあるじゃん。なんかいいよね、愛着湧くよね。んで、なんか、寝てるぞ、また。フォーク持ってる。とりあえずここ開封しとこう。起動させといて。
ここやな。ん？違う。あ、これなんだ、肉じゃん。でっか。夢のような生活してんのこいつ。うーわ。ちょっと待って、いや着いたけどさ。あ、これキングかこいつが。相当でけえじゃん。カゴロス装置がある。おう。無防備だなおい。ここの主。全然無防備じゃん。すげえ。めっちゃ食いてえ。なにこれ。乗れるし、しかも。あ、いけない。あ、ちょ、食い差しかよ。食いかけはちょっとごめんなさい。こっちは？でっけ。霜降り肉だろ、これ絶対。ってか、こいつ相当でけえな。どこだ？装置下ろす。これか。ウィッチパネル。お、これだ。操作できるか俺。そいつが心の装置だな。そいつを使って、待て待て、初見だぞ。初見の俺に。さすが主人公、ボタン一つ。いや、俺だからこそできた技だ、今の。カゴ下ろしたはずだ。カゴのとこまで行ってくれ。あいつすげえな。俺がどこにいるかちゃんとわかるんだな。GPS 機能つけられてねえか。大丈夫か。わー、なんか、やばくないこいつ。ボスに見えるんだけど。しかも目なんか言ってるよ。完全になんかもう、やばい人だよ、これ。あ、喜んでる、でも。周りだけか。おい、うちに壁ドンが来てるわけじゃねえよな。お前だったのか。しかもなんか目が、何やらかっこが怪しいと思えば、騒がしいと思えば、こいつはどんなネズミが来たもんだ。そのリアクター、おめえレジスタンスだな。レジスタンスの人間ダメだ。すっかり片付けたと思ってんだがよ、まだ生き残ってたら驚いたべ。困ったもんだべ。歯に引っかかった食いかすみたいにしつこい野郎だ。それに俺の目を盗んでそいつらを助け襲った生意気だ。しかし調子に乗るのはここまでだ。もう絶対逃がしやしねえ。レジスタンスともはこの暴食が全部美味しくいただいてやる。こいつオークじゃないんだな。でけえもんな。なんか今思ったら主人公はちっちゃいんだよな。まあ楽勝でしょう。でけえ。余裕だな。もうこれ多分ガンガン行こうぜ。できるよ。ラブリーは与えられません。ディーンをまず小豚ちゃんに。いいね、俺の思った通りだ。そしてこいつは死ぬ。お、知らない、強いな意外と。あ、お、効くね。お、余裕だ。俺の HP まだ今たまたまちゃん23だし。でもまだほ、やっべ、まずいぞ。テンションがまずい。もうガンガン行こう、ガンガン。おお、効くね。スネクだけ。素早さ減少、最強。はい、これで、一匹豚が死ぬ。よしよし、オッケー。まずいぞ、まずいぞ、まずいぞ、これまずいぞ。ちょっと待てよ。そろそろ、やばいな。もうこいつはガンガン、倒せっかな。このターンで、真ん中の豚が、死なねえか、さすがに。あ、しかも眠り、ナイス。もう完全に俺の知能よりモンスターの AI の方が高えな。あ、16とか食らってもダメか、あいつ。お、ナイス、マジで有効。やばいぞ。おー、割りかしって、割りかし耐えてくれた。もう MP ないな、スラオ。はい、余裕ですね。めちゃくちゃ余裕。これ2レベルぐらいあるんじゃねえか。はい。あ、1レベル。1レベル、みんな1レベル上がって終わりでした。余裕だね。やっぱ雑魚やな、こいつ。なんてこった。やられちまったべ。違う違う。俺のレジスタンスめ。声のトーンが違ったっていうね。おいおい、キング、お前、こいつが王様なんだよね、一応。魔物を従えて人と戦うその姿。そちは、モンスターマスターのようじゃな。しかもその格好は暴食の言う通り、レジスタン、レジスタンス、うん、あってるよね、読み方。
ほう、レジスタンスを知らぬとな。そのリアクター単なる飾りと申すか。記憶を失い草原をさまよっていたら、後オーラのものと出会ったというのか。よかろう、助けてくれたも恩もある。ヨガ知っていることをソチに伝えよう。またウッドパークか。あれ、ちょっと待って、ウッドパーク俺ルーラのやつ入れてたっけ。入れてないぞ。ここはカットか。ちょっと待てよ。もうちょっと探索したいな。なんもないよな。でも奥になんかあるな。んー、この辺は。お、す、うわ、すごい。おお、上がこんな風になってた。あ、カゴも調べられる。鳥かご、鋼の鳥かごか。あんな、まあキングの入ってたとこに用はねえけどさ。ああいう鳥かごにな、可愛い女の子がいたら俺も助けがいがあったんだけどな。こっちはあれか、違う道か。お、こっちからも行けますよ的なノリ出てんな。ちょっと待てよ。とりあえずルーラで戻れるか、それとももう20分だから、一回切っておくか。あ、行けるじゃん。わかりました。じゃあちょっとここの奥探索して、それで終わりましょう。スライムたちには見つからないように。スライムゼリーゲット。スライムしかいねえな。こいつらいけねえ、合体して。え、なんだ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 、なんか変なのあるぞ。見て。あそこ青い。ん？マイナス 25? どういうこと？テンションマイナス 25? グリーンシザー。これ泉か、普通の。なんもないのか。お、なんもない。ああ、そう。普通にスルーするっていうね。ここはなんもねえのか。ん？もう崖だぞ、これ。マップ上だと崖だぞ。なんもない。そうかそうかそうか、こっち近道みたいな感じだったのかな。そういうことでしょうね。はい、それでは、今回はこの辺で終わっておきたいと思います。それではパート2もご視聴ありがとうございました。続きはまだ多分今日あげると思いますんで、よろしくお願いします。それでは次のパートでお会いしましょう。バイバイ。